おはようございます。ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、今回もですねミスター M さんに、今回はね長渕剛さんのろくなもんじゃねえっていう曲から這い上がる方法といいますかね、マインドセットを教えていただきました。今日はですね強さについてちょっとお話ししようかと思うんですよ。まあ以前ね私のところにやってきた塾生の中でこういうことを言ってる人がいました。まあ弱いものをね食って生きるのが強さなんだと、世の中は弱肉強食なんで、自分が強くなってねで弱くて負けていくものはしょうがないと、自分は搾取される側から搾取する側に回るんだと、そのぐらいの気持ちでビジネスをやっていきたいということでね私のところに来たんですけども、まあその瞬間ね、まあ、波紋ではないですけども、そういう気持ちのままでは速稼塾にはいらないよっていう話をしたんですけども、じゃあどういうものが強さなんだってその時聞かれたんですよね。で私なりの強さってものをちょっとここでねお話ししようかと思います。まあ一つはですね、強さってのはそうですね、生きているとやばいな怖いなとかね危なそうだなとか、そういったものを見かけることがあると思うんですよ。で避けれるなら避けてもいいと思いますけども、どうしても避けられない時にそこに誰が真っ先に飛び込むか、一番最初に飛び込んでいけるその強さっていうのが一つビジネスの突破口になるんではないかなと思うんですよ。一つのビジネスが、まあ、例えばね調子が悪くなったと、そこからすぐに逃げ出した方もいますけども、じゃあこのね弱ったビジネスを自分の力で盛り上げてやるんだ、自分の力で回復させるんだっていうのが私は強さだと思うんですよね。これが一つです。もう一つの強さっていうのは打たせてあげる強さですよね。誰もが嫌な目にあったりとかボカーンとぶん殴られたりバカにされたりとかしたら、やり返してやろうとかね、あいつにこの野郎復讐してやるぞみたいな気持ちが起きると思いますけども、私の言うもう一つの強さっていうのはですね、打たせてあげるってことなんですよ。いくらぶん殴られても、いくらね、罵詈雑言投げかけられても、それで気が済むんだったらどうぞっていう形で爽やかにねかわしていく、受け止めてあげるっていうのも強さかと思うんですよ。これがだからいわゆる打たれ強さってやつですよね。この打たれ強さがなければ、私みたいな人間がね情報発信をそんな万の単位でできるわけはないんですよ。それこそね情報発信をすると、まあいろんな言葉を投げかけられますし、私のまとめサイトとかね作られてね、ものすごくひどいコメントが上ったりするわけなんですよ。私程度でもそうなんですよね。まあそう考えていくと、この弱さじゃない、このね、攻撃に負けてで、弱いまんま終わってしまうということがあるとね、多分誰も守れないし、誰も率いていくことができないと思うんですよ。で私は攻撃されるたびに、打たれるたびにやり返すこともできたんですよ。で圧倒的な力を見せつけることもできたんですけども、そうではなくてね、私に対して攻撃をしてくることで自分の、アイデンティティを保とうとしている方にはね、打たせてあげたらどうかなっていうふうな気持ちもあるわけですよね。ですんでこうやって顔をさらして、名前をさらしてね、住まいまでさらしてやってるわけなんですけども、まあこういうふうな隠居暮らしをしていてね、今は誰とも争うことがないのでものすごく楽にやっていけますけども、究極の強さとは戦いの場から逃げること、戦いの場にいないことなのかなっていうふうに今は考えております。長渕剛さんのね、ろくなもんじゃねえということでね、お話をさせていただきましたけども、まあ人恋しくてっていうところから始まる、そのフレーズですでにね私たちは心をつかまえてしまうわけなんですよね。でやってやるぜっていうふうにもう勢いよく飛び出した時に心をねなじられてしまうっていうふうなね、だからおだててやらせる人っているんですよ。焚きつけて自分は安全なところにいて、お前どうぞ行けよ行けよみたいな感じで行かせて、でついてくるのかなと思ったら誰も来ないみたいなね、自分を焚きつけた人間ですらあんなことやってるよみたいな感じで指さす、そんなことが結構ありますよね。で私はね今 YouTube ってものを通じてその速稼塾の塾生にどんどんやりましょうって言ってますけども、焚きつけて逃げるってことはしないです。よくお分かりだと思うんですけども、 YouTube でアップロードした動画に対して私のところにね、この YouTube 作りましたって言ったら必ず応援のための返信動画を作りますんで、ですんで一体となって取り組んでいけると、これも2人で作る強さなんではないかなと思うんですよ。あなたと私とが動画のやり取りをする、これがね強さになるんではないかなというふうに感じてますよね。ガチンコマッチクラブの動画をこれからもご覧いただきたいと思います。それではありがとうございました。